はい、どうも皆さんこんにちは。ニューヨークでゴルフプロをしている宮崎です。今回もお寿司屋さんから皆さんへの動画を撮っていこうと思います。今回はこちらの M さんの、無料スイング診断をやっていこうと思います。今回はもう普通にスイング綺麗なので、こちらの M さんあんま言うことないんじゃねえかなっていうふうに思うぐらい素晴らしいスイングをされているんですが、もう完全に荒探しをしていこうと思います。というわけで、M さん動画を見て気分を害されたらごめんなさい。本当に綺麗すぎて別にいいんじゃないかなっていうふうに思っちゃいます。なんですけども、じゃあスイングを見ていきましょう。スイングは多分今までで一番綺麗なんじゃないかなって思うぐらいなんですが、そうですね、この構えた時のシャフトの角度、この角度に対してゴルフクラブが平行に近い角度で振り続けられれば、割とゴルフクラブが、機能通りに、設計通りに、スイングができてボールを放って、適度なスピン量でマキシマム の最大の飛距離とコントロール性みたいなのを達成できますみたいな感じだとすると、M さんはですね、もう本当にフェースはずっととこうスクエアでしょ。でちょっとだけシャフトトップで立ってるんだけど、全然この許容範囲で、でここから振り下ろしてくるときちゃんと斜めにして、でも斜めにはしてるんだけどフェースの向きはちゃんと、スクエアでみたいな感じ ですごく綺麗にスクエアに下ろしてみたいな感じで振り下ろしてて、で今のこの彼のスイングだったら、これぐらい手が浮いちゃう、ちょっとハイハンドだねっていうのはもうしょうがないんで、高校はちょっと気になるよっていうんだけど、この後もちゃんとクラブのシャフトが、シャフトブレード平行で、でここでもほぼ平行でって、ちょっとずつ立っていくけど、これこのフォロー側の動きは僕結構好きなんですよね。なのでいいんじゃないかなって感じ。フィニッシュもすごく綺麗に取られております。はい、というわけでね、後ろから見たらもう、学生でこういう子いたら僕はそんな手つけないみたいな感じなんですけど、とりあえず死んだなんで、これは後で突っ込んでいくと思います。てか新たにして突っ込んでいこうと思うんですが、そうですね、あとは正面から見た時の地面の同じところを叩きやすいように、頭がそのままセンタードにあるか、体がボールを遠くに飛ばせるように十分回っているか、あと予測できる曲がりの球を打てるかどうか、っていうのについてちょっと見ていこうと思うんですが、M さんもそこそこなんか書いてくれた気がするんですけど、読んだのがちょっと前だったんで、もう内容は全部忘れてしまいました。すいません。こんな感じでですね、構えた時の M さんは、振り上げる時に全然頭動かないんですよね。 P3 まで、P3 に来てからおおちょっと戻るというか、やっぱちょっと右に、こっち方向に頭動いてんじゃねえのっていうふうに思ったんですけど、本当動かないですね。すごいです。むしろちゃんと目標方向にちょっと一歩ゴンって入ってるんで、もうこれも最高ですね。いや、うめえな。いいんじゃないですか、もう。めっちゃ綺麗。いやー、こうなりてえなー。いや、素晴らしいですわ。で、ここから先、進展動作が首の方入ってないんで、ここ直していいな、みたいなのあるんですけど、そうですね。いや、本当に綺麗。頭動かないでしょう。体重移動きれいにできてるでしょう。ただやっぱりボール飛ばす云々って考えたら、これじゃなくていいんじゃないっていうのはちょっとあるんですよね。じゃあちょっと今日はいつもで、あと予測できる曲がりの球に関しては確実にここで、クラブのヘッドがアンダーから入ってきてるので、ハイハンドでヘッドが内側でインサイドアウトっていうのが大きいスイングをされているので、基本フック系の球ですと。なんだけど成功したら高いドロー目ですと。だけどインパクトでフェースが正面向いちゃってたらバーンって
こっち行ってからフック、ちょっとでも閉じすぎてたら左飛んでチーピン、あとは面が右向きすぎてるから右バーン飛んでいくか、そこからこう右に行く場合があるかみたいな、そんな感じだろうと。まあまあまあ上手い人にとってのあるあるみたいな感じだと僕は思っております、なんじゃないかなっていうふうに思ってます。どうでしょうか。ですね、ちなみに僕今までオンライン、無料スイング診断で球の飛び方に関しては一応みんなどうやら合ってるっていうことらしいして、はい、まあ割と正解がいけてるのかなみたいな感じだったりします。ですね、というわけで、僕だったら何するかっていう話なんですが、間違いないのはこの構えた時のシャフトの角度、シャフトプレーンですね、ここに対してクラブ振り下ろしてくるとき、本当にこのクラブの振り下ろしが綺麗なんですよ。なんですけどちょっと立って降りてきてる、あ、ごめんなさい、ここからヘッドが落ちすぎちゃってる、で手元浮いちゃってるっていうので、この分だけ手元上がった分だけすごい遠ダウンしてるの分かります。ここシャフトがすごく縦にしなって落ちちゃってるんです。でその分、クラブのフェースって右向いちゃうんですよ、こっち右向いちゃうんで、フォローで手首返さなきゃいけなくなってるんですよね。でこれの手首の、フェースの返り方っていうのはちょっとロール大きいよねって、体使えないフォローになるねみたいな話になってくるんですが、それはここら辺ですね。手首返ってるんでヒップタック入れようとしても入れられないみたいな感じになるんですね。ヒップタックっていうのはこれ、この背骨が綺麗に、進展するぐらい骨盤を先行じゃないや押し込むよみたいな、ヒップを押し込むよみたいな、そんな感じなんですけど、読みたい人はここに書いてあるんで、僕のインスタグラムの2019年7月24日の、投稿を見ていただけたらと思います。でこれでこういうフォロー、この今の女性の方と、M さん比べたら、この方と、彼を比べたら、彼女は首の方まで綺麗に進展してるんですけど、背骨が、彼は首が前にグタッてこう落ちてるんですね。首だけ屈曲してるんで、自然な背骨の動きっていうのはあんま使えてないんじゃないかなっていうような感じです。でそれはかなり飛距離もかかってくるので、直したいところだぜっていうふうに思うわけですね。というわけでそれを起こしてしまう理由がこのハイハンド、手元が上がらなければこんなにシャフトって縦にしならないんですね。なので僕だったらもう少し手元を低くキープしながら、シャフトが 3D スイングメンターが落ちましたね、僕の足元にあったんですけど、はい、もうちょっとだけこの、今の M さんのシャフトが、まあ、こういう角度だったとしたら、紫の角度だったら、まあ、少しずつ緑に近づけていくようにして、手元が浮かない、シャフトの縦振動力がここまで大きすぎないスイングをするだろうという感じです。でそれがまず1点、確実にやるだろうということの一つになります。あとは、振り上げた時に、手元が結構高いんですよね。なのでアームリフトしてますと、手は、まあ、斜め上にこう上がっていくんですが、M さんはちょっと僕からしたら、インの度合いが、ハンズインの度合いがちょっと小さいなみたいな感じで、その理由はこの足なんですね。この足がそんな動いてないっていう、右の膝がしっかり曲がっていて、で、逆にこっちの左の膝は曲がりが少ないというような感じです。でそうすると骨盤って回転できないですね。はい、正面から見た時のこの見た目です。あくまでも見た目なんだけど、腰の正面から見る時の腰って傾きを本来見るべきなんですけど、まあ、ちょっとこれは角度、どれぐらい回ってるのっていう角度としておきましょう。この腰が多分ね、30度40度ぐらいしか回ってないんですよね。なぜならこの足が動いてくれないから、股関節の動きの自由度が下がって、骨盤が回れない状態になってるんじゃないかなというような感じです。でもしもこの骨盤がもう少し、回ったらですね、肩ももう少し回るはずなんですよね。それでもう少しだけトップの位置が、
深くなるので、まず腰が回っていることによってここから先のダウンスイングにかけてのここから腰回していくよっていうこの回旋の動作、そして体重移動っていうのが、もっと自動で行われるようになるので、であとは骨盤回って、肩が自動でもう少し回転大きくなるでしょう。回転大きくなったら PFO って、まあ、左の肩と左腕のこの角度っていうのがもう少し、深くなるように振り上げられるから、トップからインパクトに向かってのこのクラブのヘッドの移動する距離っていう、まあ、要はクラブのヘッドがトップからインパクトにかけての助走距離っていうのをもう少し長く早くできると思うんで、飛距離が上がるだろうみたいな感じです。で、なのでトップの時の足の動きっていうのを、トップにかけての足の動きをもう少し良くして、ハンズインをしてもうちょっとクラブを、斜めに振れるようにするだろうというような感じです。あと体重移動もちゃんともっと自然に起こさせて起きてもらいたいなと思います、ね、であとは、ここで P9 でこんな感じで左膝が曲がっていて、で伸展動作を作れるような骨盤と頭の位置関係なんだけど、首の方まで行くとこっちの方向に首が傾いているんで、綺麗な伸展ができないはずなんですね。もしもここで左の膝がちょっとまっすぐになっていて、で骨盤に対して頭がちょっと、前に出ていないという状態だったら、もっと綺麗に背骨ってフォロー側で回ることができると思うので、そうこんな感じになるでしょうね。あともっと顔が見えるんじゃないかなと思うんですね、戦略。そうということで、そうですね、フォロー側の伸展動作っていうのをこのヒップタックを入れて、直してもらうと。でヒップタック入れたら手の返しっていうのはどんどんちっちゃくなっていくんで、こう手変えてますよね。でこれができると、手がそんな返らないイコールもっとフォロー側でインサイドアウトが今大きいフォローなんですけど、それももっと勝手にちっちゃくなっていくよと、シャフトのエグジットが今肩のラインに対してちょっと低い程度で、これは全然いいんですよ、いいんですけど、僕だったらもうちょっとここら辺から伸ばすなみたいな感じにしてると思います。というわけで本当ね、M さんはですねめちゃくちゃ優等生なのであんま言うことないですな。あーでもそうね、あとは、僕だったら M さんにふにゃふにゃのシャフトを多分進めるんじゃないかなと思って、練習っていう意味でシャフトを結構ゆったりしたスピードでクラブを振り上げてパコーンって打ってるんですけど、綺麗に打ってるんですよ。なんですけどそんなしなってる印象が受けないんですよね。なのでまあシャフトの作用反作用みたいなのを、ダウンスイング中しなりの力っていうのを男性なんていうんだっけ、まあしなってしなり戻っての力っていうのはあんまり入れてないだろうから、もうちょっとそこを強化するんじゃないかなみたいな感じです。そうね、だから直すことはバックスイングで、バックスイング良くなったら手の軌道直れるでしょうと。でそこから、あと体重の移動もダウンスイング中の体重の移動ももっとシンプルになるだろうと。であとは手返しちゃってるのはそこからヒップタックっていう練習をしてもらって、形整えて、であとはそれで形ばっかりやってもしょうがないから、ついでに飛距離伸びるようにっていうことで、ふにゃふにゃのシャフトでリズムよくスッパン、スッパンみたいな感じで1球ずつ打っていくっていうのが、いいんじゃないかなと思います。というわけでですね、M さんなんですが、本当にスイングが綺麗すぎて、特に、僕だったら直さないっていうような感じになってきました。多分ね、僕が本当に教えますっていうふうになったら、コースの方のレッスンに行きまくってもらうかなっていうような感じです。
お上手な人には余計なことはいらないので、コースでこういう球を打つんだったらもっとこういうふうに打った方がいいよみたいなを教えていただいて、スコアをもっと良くしようという取り組みをするんじゃないかなというふうに思いました。というわけで、M さん相当なんか楽しみに待っていてくださったと思うんですけど、あんま言うことなかったです。というわけで、素晴らしいスイングでした。ありがとうございました。